皆さんこんにちは、原田裕之です。原田裕之の語り引きライブアンコール気分、ですね、新曲を作りました。いつもはラジオ土曜日の5時のサウンド版半径 500m で発表してるんですけど、たまにはこっちを先にと思いました。夏の終わりの曲です。高い空。まっすぐに僕を見つめて無邪気に笑っていたずらな風が通り過ぎる高い空。夏の終わり、昨日の君を思っている。繰り返しフラッシュして僕を連れて行く。好きなんだって窓の外高い空。今頃何をしてる？もし少しだけでも昨日の僕を思い出してくれたなら。高い空という新曲でした。もう一曲、先月作った曲ですけど、あの子とその子という曲があって、この曲は今年10月30日にハラダイス版半径 500m という特番、150分の特番を日曜日の2時からやるんですけど、その時トークテーマの柱になっている曲なんですね。で、先月発表した時は2番仕立てだったんですけど、君も僕もあの子もその子もっていう トークテーマでこういろんな人たちにインタビューをしていく時にですね、なんかちょっとずつそういう話が聞けるので、なんとなくこう1番2番3番4番で増えていくっていうのはいいんじゃないかと思ってまして、
ホップさんといういつもハラダイスを応援してくださっている作業所の皆さんとちょっと話ができてですね、音楽を聴いて、そして、絵を描くっていうのをみんな利用者の人と一緒にしたりしてて、でそのことを聞いて、歌詞を足しました。今日は3番仕立てのあの子とその子を聞いてください。君と僕が違うように、あの子とその子だって違う。同じだとホッとするより、違うことでワクワクしよう。自分にはできないこと、できる人がいることを大切にしてゆければ、違うこと好きになれる。そんな風に自由に生きられるならいいよね。誰だって好きな自分を選べるといいよね、なんて思いながら、また歌うよ。君と僕が違うように、あの子とその子だって違う。伝え合えないもどかしさ、寂しい時もあるけど、音楽を奏でてみる、絵を描いて色をつける。言葉では伝えきれない気持ちを感じ合おうよ。そんな風に自由に生きられるならいいよね。誰だって好きな自分を選べるといいよね、なんて思いながら、また歌うよ。君と僕が違うように、あの子とその子だって違う。それぞれに好きなことを胸を張って始めよう。新しいことはいつも何か変えてしまうけど、新しくなれたことを喜べば嬉しくなる。そんな風に自由に生きられるならいいよね。誰だって好きな自分を選べるといいよね、なんて思いながら、また歌うよ。また歌うよ。また歌うよ。あの子とその子というのの、3番まで、できたパターンを聴いていただきました。ちょっと今月はなんかそんなんで増えたらまたこの曲をやるみたいなことをやってみたいと思います。おまけのコーナーになりました。熊谷ひろおみ税理士事務所というね、森がイメージウッディーな事務所、熊谷ひろおみ税理士事務所、可愛い熊がトレードマーク、あたかも森の熊さんの真似で世話好き熊がいい所長と、気さくで明るい女性さ、どんなことでも大丈夫、気軽に相談してください。顔を合わせてお付き合いが元の熊谷ひろみ税理士事務所。宇治の方にある、熊谷ひろみ税理士事務所のサウンドロゴでした。また見つけてきます。